皆さんどうも、ピーマンです。今回俺と横浜の143日物語実況41回目になりますぞい。今回の実況から首位攻防戦の戦いが始まります。広島3連戦ですね。現在僕の横浜がリーグ2位、そして1位が広島、その差 1.5 ゲームなので、このカード勝ち越しで終えるとですね、首位になります。逆に負けるとですね、負け越しで終えちゃうと、リーグ1位にはなれませんから、これは絶対に勝たないとダメな3連戦となるね。今までもたくさん勝ってきましたけど、まあ、負けたのもありましたけどね。この3連戦はね、今までの試合にはない横浜っていうのを出していかないとね、必ず勝つ横浜を出していきたいと思いますので、なんだそれは。そんなのがあれば苦労してないんですけどね。頑張っていきたいと思います。いつも以上に気合を入れてね。OK。じゃあまず1戦目はですね、試合はダイジェスト設定でチームが得点のチャンス、失点のピンチになると私ピーマンが操作していくからね。OK。気合を入れてやっていきましょう。今日の先発は誰だ？小杉。今季初登板になるね。うちのチームは前回トレードがね、成立してですね、横浜のエースにね、なるべきだった。なる予定だったですね、伊能くんをですね、トレードして中日の浅尾くんを迎えましたから。ただその浅尾がですね、現在怪我違和感持ちでですね、調子も悪いこともあって、現在では一軍には入れてないんですが。まあ、伊能がいなくなったっていうのは痛いよ。で、山口もいなくなってるしね、俺次々トレード出してんだよね。ちょっと先発ピッチャーが危うい状況になってるんで。まあでも、小杉今季初登板でいいピッチングしてくれたらいいと思うけどね。一戦目大事ですから。で、今日のベストオーダー。いや、今日はもう変えなくていいね。ここまで2戦中日戦で、もうこのベストオーダーで来てるんですけど、これ2試合で何得点入ったんだっけ ?20 得点入ってるんだよね。すごい打ってますから、今日はもうこれで広島をボコボコにしていけたらなと思いますので、OK。じゃあやっていきましょう。必ず勝つ回収。雨が降ってるだと関係ないね。うちはね、雨に燃える男が多いんだよね。雨なのに燃える男が多いんだよ。最近の広島の対成績はこんな感じだね。大きく負け越してますからね。4月30日の試合は勝ってますけど。そして今日の先発も相剣、今季はまだ1敗しかしてない。すごいね。やばいね。僕について4球だって怖いね。点入るかな。不安しかないけどね。大丈夫。横浜強い。ほらね。いきなりフォアボール。からの打たない。からのフォアボール。はい。1回からチャンスを招けるのはこの横浜でしょう。巨人でも中日でも阪神でもヤクルトでもない。横浜しかセリーグにいないね。この前剣からチャンスを招けるのは。よっしゃ。そしてここで打つのも横浜しかいないね。たとえ他の球団がチャンスを招いても打てずにクソみたいな凡退をして終わるだろう。ただ横浜は違うんだ。ほらねほらね、はい、1点入った、1点入った。レッツゴー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 、いける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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、ゆうゆうゆう、はい、ゆうゆう、はい、はい、はい、1点入って、前剣なんて大したことない。課題評価だね。課題評価されて、今最も課題評価されてるピッチャーだね。沢村賞も値しない。全然横浜からしたら、沢村賞嘘でしょこいつがっていうね。この後ありえないでしょ、言わしてもらうよ、大声でね。大きな声で叫んでますからね、横浜は常にね。おっしゃー、まずいって、食べない。1点じゃ勝ってる心地がしませんからね。あれ負けてるって思っちゃうからね、まだまだ入れていこう。はい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 、峰も打つ、峰も打つ、お前も打って、峰も打つ、そして俺も打つ、全員打つ、登場人物みんな打っちゃう。やばいね。マイケは悔しいだろうね。悔しいんだろう。大型も悔しいんだろう。広島悔しいんだろう。でも残念だったな。俺が打つ、タイロン打つ。よろしく。まだまだ打っていく。改め行こう。絶好調ですかね。3割1分を。この数字をキープできてるのは本当素晴らしいことだね。なかなか落ちてこないんだよ。俺はね、荒波の3割なんて全然期待しなかった。2割8分打ってくれたら儲けもんかなと思ったら、3割1分から全然落ちてこないのよね。本当素晴らしい選手だと思うよ、俺は。ただ、ここで打ってくれたらもっと素晴らしいんだけどね。はい、来た！ここでも打つ！ファールかい！ファールなのかい！はい、ボール！トゥトゥ。にゃーん！ありがとう。クソみたいな凡退かわ、ねえ、打っちゃう。荒波、俺は大好きよ。いや、でも1回から2点ですよ。これはかなりいいね。小杉くんどうだ？うわぁ、もういきなり菊池にホームラン、嘘だろ！
お前嘘だろ、やっぱダメだった、伊能残すべきだった。こんなピッチャー、二流ピッチャーじゃそら広島相手にボコボコされるわな。どうしたんだよお前、チームが2点、お前前剣から2点取れることなんてほとんどねえぞ。防御率1点台だぞお前、舐めてんのか。うわもうセンター前だ、最悪。荒波レーザービーム、荒波レーザービーム、あよし、タイムリーではないね、ランナー進まず。まずいな、ここで田中、得点圏打率は1割1分4厘。いやもう外野前進でしょ、こんなとこ。いやもう同点、お前1回からまた同点に追いつかれて最悪だろ、お前。野球やめるぞ、お前。やめろ、やめろ。絶対抑えるぞ。イエスイエスイエス、ただこれ小杉ダメだな、今日は5イニングで絶対変えよう。ダメだ、ダメだ。やっぱダメだ。伊能残しとくべきだったわ。中継ぎ星さん出すんじゃなかったな、トレードに。失敗したよ。先発不足になってくるっていうね。石川ヒットからの小杉送りバント。決めれない。お前、打たれる上にバントも決めれない。重要なし、はい、ホームラン。お前、おいおいおい。お前、おい。お前、おい。もうリアルガチにふざけてんのか、ボケ。もう何、もう何してんの、さっきからよ。お前、ほんと、ええ加減にせよ、クソがハゲ。何してんの、ほんと。お前負けちゃダメな試合で何してんの、さっきから。勘弁してくれよ。あ、エルドレッド怪我させちゃったね。関係ない関係ない。そんなどうでもいいわ。本当に何してんだ、こいつ。いや、マジな話。なんでこんな打たれてんの？いかんいかんいかん。もう同点に追いつかれてるんだからさ。勝ち越しは絶対やっちゃダメだよ。フォークだな。よし、決まった。この打球は取れないのかい。もう、ピッチャー返し取れない。最悪。あっさり逆転じゃないか。もうお前何してんのよ、本当に。もう前剣から点取れることなんて一生に一度か二度のお前、場面だぞ、お前。ふざけんじゃねえよ。やっぱゴミだな、ハゲが。帰れよ、本当に。野球する前に髪生やしてこい。名前からして完全にハゲてるだろ。名前ハゲじゃん、お前は。ザキやがって。バントも決めれん。投げては打たれる。何しに野球やっとんねん、お前。やめろ。卓球やあたりやっときゃいいな、お前なんて。もうお前、何してんの、ほんとこいつ。誰にでも彼にも打たれんなよ、お前。ふざけてんのか。ね、全員に打た、お前全員に打たれようとしてるだろ、今。ド M か。それが快感になってんじゃねえよ。気持ち悪いんだよ、そんなもん。ちゃんとやれ。三振取って快感を覚える人になってください。特殊な性癖してるっていうとこ気づけよ、お前。名前ハゲが。名前からして出落ちハゲじゃねえか、お前。ふざけんじゃないよ。本当にこれはまずいね。お、チャンスできたよ。ようやくだ。ふぅ。打っていこう。ひどい試合になってるけどね。もう最悪です。横浜のこの実況シリーズは本当、ピッチャーによっての試合崩壊っていうのが多すぎるね。野手が全く打てなくて負けた試合っていうのは本当1試合くらいしかないよ。ピッチャーが抑えられなくて試合ぶち壊れて、そのまま終わるっていうのは本当に多いからね。しゃ、打つぞ。せめて同点だ。次ピッチャーだからな。まあ代打送るけどね。うわー、石川走れ、ゲッツアカン、もう流れるようなゲッツ。もう芸術やね、アートやね。アートですよ、ここまで来たら。もう素晴らしいもん。なんでここでそこに打つかね。その打つセンス欲しいわ、逆に。持ってないと思うもんね。他の人のないものを持ってるね。よーし、ようやくヒットゼロで抑えたよ。続いていこうよ。うわー、盗塁失敗か、梶谷。よし、ロベスのタイムリーで3点目、イエス、同点、いける。そしてここで、前剣。怖いだろ？筒香だってよ。手震えてるんだろって、前剣。はい、来た。このバッティング。この試合のバッティング。落ちない。サーカスプレイ。はい、サーカスプレイが出ました。見て、これ、見て。もう、これ、ちゃんと作りましょう、コナミさんは。これ、おかしい。こんな、取れないから。何これ？ほら、何この取り方。ね、どうやって取ってんの？完全に目線切ってるよね。できない。そのトリッキーな取り方できたら、メジャーいってるよ、みんな。カラさん、とりあえず小杉はこのイニングだ。ミノさん。ヒット。もう、お前！
なんぼほど下位打線に打たれとんねん、ほんとに。ええ加減にせえよ、お前。何しに野球やってんの、やめろ、もう。いや、被安打11本って、お前今死にたいだろ。誰よりも何よりも死にたいだろ。いいと思うよ、そのまま命なくしてもね。本当にひどいわ。野球選手としての死がもう近、というか死んでるね、野球選手として。死んでます、この人は。振ろうよ、マイケンなんか振るやん。はい、三振。で、このイニングで終わりだ。もうひどすぎる。もう今日の試合はイライラさせてくれたね。このエンターテイナー小杉だね。名前ハゲ帰れ。名前もハゲて、お前、実際もハゲろ、お前。頭スカスカやろ、お前。いろんな意味でスカスカやわ。髪だけじゃなくてね。少し考えてピッチングをしろよ。チームがこれだけ打ってくれてよ。マイケンから打ってくれてよ。すぐにお前同点に追いつかれてありえねえことだぞ。続け。吉内さなみ、さすがのバッティング。さて、石川。で、石川打って、ほんで、次、代打送って、っていう感じだね。石川、ここで打って、おー、マイケン5回で降りたか。へへへへへへへ。マイケン5回で降りたんだってよ。気持ちいいね。エースを下ろすっていうのは、その防御率1点台ですよ。今季1敗しかしてない選手を下ろしたんだぜ、横浜が。これがうちの打撃陣の怖さだよ。今日は投手陣はひどいけどね。打撃陣は完璧だよ。パーフェクトに近いね。てか、パーフェクトですな。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。うわー、もう詰まった打球。最悪だ。もう代打だな、次。次行くとしたら田村だな。うん。あの、左に強い。田村、行こう。この男はほんと左にもめっぽう強いからね。こういう場面でも打ってくれるんじゃないかなと思う。エグサのね、球威を考えればホームランもあるとこだからな。さて、ほら見て、対左極端でしょ。極端すぎてびっくりするけどね。ほとんど左から稼いでんじゃねえかっていう感想ですけど。頼むぞ。打つぞ。いや、長打狙いで。はい、来た。この打球は逆方向に飛んでいく。これはどうだ。レッツゴー、打ち上がる。2点は入る。2点はいけ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 る。2点はいこう。頼む。イエス、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 イエス。5点目。勝ち越し成功、田村。いや、もう完全にこれはいけるね。対左に強い田村。プラス今日のエグさんはもう完全に制球が定まってない。球威がない。あんな嫉妬を投げてきた空をお前宇宙間に運ぶよ。ホームランじゃないとダメな球だよ、今のは。さて、まだまだ入れていこう。梶谷。ここも長打狙いでね、甘い球来てる。狙えるは十分に。アイボール。初球ボール球です。ふう、いいボールが来てますよ。はい。よし。ミート打ちでいっか。甘い球来ねえな。待ってるんだけど。あー、ダメだな。にぃ、この回2点入って勝ち越し成功ですからね。もういけるでしょ。あとはもう中継ぎ陣を信用するのみですからね。ピッチャーね、勝ちに行く野球をしますから、当たり前ですよね。まず、これ誰から始まるんだ、このイニング。丸、先頭バッター丸。丸は左右。まあ、どっちも強くないね。どっちかといえば左の方が弱い。で、次、あ、菊池が左の方が強いのか。いや、強すぎるね。いや、ここは右でしょ、送るとしたら。左はいけないな。かといって誰を送る？永田前回登板して打たれてるしな。6回だからね。エレラね、スタミナあるしな。エレラを2イニング使うという作戦もあるが。まだ今季ね、まあ、1軍に上げてた時期もあったんですけど、2軍に落として、ほんでまた上げて、そこからまだ一度も登板してないですからね。エレラ行こう。エレラ行けるだろう。大丈夫だと思うよ、俺は。はい、行こう。はい、打たれた。ああ、大丈夫。次抑えればいいだからね。よしよしよ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。はい、OK、ナイス。もう、びっくりさせないで。丸に打たれないで。わからんこともない。打たれる気持ちもわかるけどね。わからないこともないんだけど。で、ちょっと待って。このイニング、まあ大事ですから。5番から始まる。松山、今日絶好調ですからね。で、2本のヒット、1打点上げてますから。松山、対右の方が強いのか、鈴木も。うわ、極端だな。ばらけてるな。でもどっちかといえばちょっと右送らない方がいいのかもしれない。あ、エルドレッドが全治、これ、33日の怪我。そんなことしちゃったんだね。申し訳ないね、広島ファンのみんな。ごめんね。エルドレッド無事死亡ですわ。ごめんなさい。でも、もう敵からしたらありがたいけどね。どうしよう。エレラね、対左送った方が、左ピッチャー送った方が良さげなんだけどね。でもそんなコロコロ変えたくないしね。君、行ってみようか。いや、まあ、行こう行こう行こう。君に決めた。よし、頼むぞ、左。
はい、ショートゴロ、いいぞ。鈴木誠也にフォアボール、田中に、イエスイエスイエス、ナイスナイスナイス、よく抑えてくれた、素晴らしい、ありがとう、ナイス。その後のゲッツー取れるやつは本当最高だね。うん、その流れで取ってくれるからね、ピッチャー。このイニングはもう下位打線ですからね。いや、もう続いていってもいいと思うよ、俺は。うん、続いていけるでしょ、これ。誰から？8番からだよね。相沢。うん、対左に弱い。ほんで、丸もありますから。いや、もうここは君に、うん、福治君のままでいけるでしょ。はい、セカンドゴロ。ほんで、唐さん。ほんで、最後一人。うわぁ、丸に打たれ！うわ、いか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 、ここで新井さん、いか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 、絶対いか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 、ホームラン浴びれば逆転、いか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 、想像したくもないけど、いかいかいか、お疲れ様、お疲れ様、いや、もう、これ、山安行きますわ。山安、安秋、山安じゃねえ、安秋ね、行きます、行きます、これは無理だわ。君に決めた、今季はまだ失点知らず、全試合でセーブ成功させますからね。あ、全試合ではないけどね。オッケー。この男しか無理だろう。よし、いいぞ。頼むぞ、ナックル。イエース！危ないけどね、9位ないからね、今の。よし！トゥーシム。うわ、振らないのか！スライダー！うわー、もう最悪！クッソ、新井さんなんてスライダーで抑えれるでしょう。あかーん。さて、赤松だ。今日エルドレッド怪我したことによって赤松が4番に入ってるからね。これはもう敵としてはありがたいよ。この満塁のピンチでエルドレッドだったらもう完全に死んでるもんね。死体となってるもん。顔は外野全身でしょう。うわ、変化しないナックル、やめろ。え、振りやん。よし。いやー。よし、うわ、もうしつこいカットやめて、そのパターン。おお、終わった、やらかした、うそやん、やらかした、ど真ん中失投を打たれ逆転のグランドスラム、やらかした、本当に最悪だこれ。山崎ごめん、俺の完全なる嫉妬だ、もう嘘だろ。エルドレッドでよかったとかいう、もう字も完全にフラグ発言でしたね。完全にやっちゃったね。それをこの赤松に打たれる、めっちゃ飛んでるっていうね。嘘やん、逆転はないのか、誰から始まる、山崎変えて、いや、まだわからない、2点差なんでね、絶対この1戦目落としたくないし、連勝といきたいし。嘘やん、嘘やん、嘘やん、これで終わりっすか、もう勘弁してくださいよ。野球の怖さを体感した広島戦となりましたね。一球の失投がですね、試合を変えるっていうね、まさにその試合だったよね。山崎ここまで失点知らずでした、今日で1失点ですか、2失点ですね。うーわ、もう最悪だわ、もうやっぱいかなる時も余裕持っちゃダメだね、常にもう、うわ、これピンチだっていう、そういう心の中で持っていかないと、俺はもう完全に今日は勝てると思ったからさ。もういいか、ショックすぎて寝込む。あ、このもうショックにやられ寝込みますわ、僕は。うん。もうやられました。頭がもう痛いです。なんか謎の頭痛。耳鳴りも聞こえてきたね。吐き気も今来てる。お腹も痛いし、うんこも出そうだし。いろいろともう体調急に悪くなってきましたよ。山崎今季1敗目。本当に申し訳ないことした、山崎には。ねえ、このまま、行ってほしかったんだけどね。防御率ゼロのまんま。今季初のセーブ失敗ですね。ああ、いろいろと起用法間違えたかな。グッジ君を2イニング行かせるのではなくて、あそこで変えておいてっていうのが良かったかもしれないかな。それよりもまあピンチ招きすぎだね。まずはそれ、ね、前剣を打ったんですけど、まさかの逆転負け。赤松のあの失投が悔やまれる。
まあでも今日は負けてもおかしくない試合だからね、被安打15本ですから、そもそも先発のあの名前ハゲが打たれすぎ、あいつが論外でしたね。あいつじゃなければもっと余裕持って勝ててると思うんですが、でも大丈夫みんな、これでまだまだね首位になる可能性というのはありますから、うん、1回負けただけですからね。ゲーム、あ、ないのか、 2.5 ゲーム差だからないね。はい、これでもう首位は消えました。このカードで首位に立つことはございません。リーグ3位にも落ちましたね。また阪神とゲーム差並びましたよ。最悪、本当に最悪でございました。こんなに、いや、野球ってすげえわ。やっぱ他にないスポーツだね。こんな一つのプレイから逆転つながる、まあ、他にもあるかもしれないけど、こん、っていうね、展開がガラリと変わったからさ、頭が追いついてないっていうね、俺の低スペックな頭脳ではついていけない展開でございましたが、まあ、1戦目落としたこともこれ仕方のないことなんでね、うん、あまり悔やんでもしゃあないですから、誰にでもある間違うことは、次またその間違いは取り返せばいいから。 OK、 じゃあ次回はジョンソンと番長三浦の投げ合いになるね。まあ連勝も止まり、そして今回の実況、今回のねカードでは首位に立つこともできなくなってしまいましたが、とりあえず勝ち越しでね終えれたらなと思いますので、次回の実況もお楽しみに。じゃあまた明日会いましょう。グググ、グッバイ。